次回のもぎたてはカメラ片手に松山市午後島に行ってまいりました、はい、午後島のこと何も知らなかったです私午後島で一番高い山は国士山って言うんですけど、はい、282.7m あるんですよ、はい、まさかこんなことになろうとはという出会いもあり、 282.7m のその山でですか、その山までの道のりまでに。そうなんです、282m って言ったらね、そんな高くないよ、ほーらもう私ももぎたて10年一番大変でした今回一番大変だったんですけど、あの一番すごいレアな出会いがたくさんあって、あそうなんです、で午後島の柑橘美味しいのは知ってたんですよ、はいはいはい、美味しいのは知ってたけど、うん、こんなに美味しいのかと、で島の方に今は海が綺麗ですよって教えていただいて島に渡っていったら、はい、こんなに綺麗だったのかと、あのもうレアな写真とかもう本当にナイスショットなど、うんうん、たくさん出てきますので、素敵な方もたくさん出てきますので、皆さんからもナイスショットを送っていただきたいと思います。もぎたて宛てに皆さんのナイスショットをどうぞどしどし送ってください、はい、お待ちしております。次週は春の午後島です。15日のもぎたては午後島、ボクサーみたいですね、あなたのナイスショット送ってくださいこれがメインで、これメインなの、心とは裏腹に足が動かない